とこの間が15日小田勝は32か3で夜31、はい、朝3時31で、はい、おすごい34だ、うん、33、うん、結構違うね33、これ朝30吐き戻し、あでこの辺から吐き戻しが復活して、これってさこの吐き戻しってのは QI 動作ですかね、だと思いますね、さらっとした吐き戻しですかね、はい、なるほど、だからこう体重がこんなに変わるんだと思う。で小松菜を結構食べてたりとか、うん、夜の間はちょっと食べる量が少ないのか体重じゃないや餌が全然減ってなかったりする日があったりとか、夜、あ、まあ、夜中ね、夜中は、はい、まあ夜中はそう食べないですね、うん、うんちはあで、うんちは1日のトータルはここに書いてあって、あ、これうんち、はい、まあ大体60、うん、ちょっと昨日だけ少なかったんですけど、で、元気はずっと丸ですよね、元気は大体、そう、あの日曜日ちょっと元気ないかなって思った、なんか羽広げていたりとか、はいはい、ちょっと食べてないのかなっていうのがあったりですけど、もう昨日今日とか普通にすごい泣いてるし、これ巻いてる餌は何これ、ペレット、あペレットです、ピンクいのに入れてきたんですけど、さっき食べてる時にブチの開けてたあいつはちょっと目指してみます、ごめんよ、頑張ってピコちゃん、はい、ピコちゃんね、はい、ピコちゃんです、じゃあ体重を測らさせてもらいます、お願いします、32、なんちゃらねず、あの、はい、まあ、鼻が綺麗な色してますね、青でね、はい、で、そのまま触ってきますね、あ、入ってますね、30、ほんで 30% ぐらいちょっと触ってみます、ちょっと触らせてもらう、ここのね、さ、ここに筋肉があってさ、そのまま上に触っていくとつぶつぶがさ、上まで行って、うん、筋肉のすぐ上で、その辺、その辺で、あ、ある、わかる、うん、若干ある気がする、でしょ、それでね、30% ぐらい、その辺、その辺で、なんかあるんでしょ、ありますね、この辺、そう、筋肉のすぐ上ぐらいね、ここで3、これで、まあ、満パンを 100% ずつすると、30% ぐらい、で、ここにさ、こうやって餌だけ入ってる分にはいいんですよ、はい、ただ本当その脳の機能が落ちてくると、例えば液体が溜まってきてブヨブヨしたりとか、ガスが溜まってなんかブクブクしてきたりとか、そういうのが触れる。だからこういうのを触る、慣れとくといいですね。で、朝は少ない。で、夜になると結構溜まってるはず。だから体重も多いんですよね。30だと、どれぐらいが正常なんですか？赤線菌の正常は35から40ぐらい。ああ、じゃあちょっと少ないぐらい。ちょっと少ないです。3歳、4歳くらい、違うか、3月で4歳になったんですよ、確かにね、ここ触ってね、この両横に筋肉があるんだけど少ない、触ってみてください、骨、真ん中に骨があって両横に筋肉があるんだけど、これ決して多くないんですよ、もっと筋肉がもりもりあってもいいんだけど、なんかちょっと筋肉が少ないという状況です。それからあとここは龍骨って骨ね、でここに骨がないところあります。ここお腹の中。でこれなんか硬いものが触られちゃダメだけど、まあないです。指先で触ってみてもらうと、まあ、そこは柔らかくなっていると。であと足があったかいこのね。止まらせたら取りて体温高いから絶対あったかくなる。足はあったかいですね。あとこういう爪があるじゃないですか、こういう爪があるんですよ、黒いのが爪の中で内出血してるんですよ、はい、そういう爪がある子はもしかしたら肝臓の機能が弱い可能性、あ、肝臓って尿とか尿は腎臓、肝臓は上の方なんだけど、要はアミノ酸からタンパク質を作る、いろんな働きがありますよ、中毒性の物質を取り込んだら解毒する働きとか、それから一番やっぱりタンパク質を作る、で血を固まるときっていろんな血液凝固因子が関連してるわけなんですけど、その血液凝固因子で全部タンパク質だから、タンパク質を作る力が落ちちゃうと、そういう血液凝固機能が落ちてきて内出血しやすいとか、だから鳥がこういう、まあ 100% じゃないですよ、こういうとこに爪に内出血がある子は肝機能がちょっと落ちてる可能性が高いと、そこまでしか言えない、
なかなかこの子たちのさ換気の検査ってそう簡単なことじゃないんで、シワ取れてもさちょっとは取れるけど、その換気の性格検査まではできないんだよな、ということですね。で、うんちが、そっか、ちょっと水っぽい、水っぽいですね。でもいつもこんな水っぽいってわけじゃない。ね、水っぽい日もあるけど、移動するとさ興奮して、うん、要はね、うんちってさ本当はもっと色濃いんだよ、はい、いつも濃いから、もっと濃いですね。だからこの色は薄いでしょ、薄いってことは胆汁が十分出てないと、もっと黒いっていうか濃い緑ですね。で、薬って飲めます？薬飲めました。全然最初捕まえるの手こずったんですけど、捕まえるのがやばかっただけで、あともう一個ある、この上のくちばしがすごいとんがってるでしょ、こういう子もね、肝臓が弱いっていう、なんでですか、これ。それはなんでかわからない、傾向がある、そういう傾向がある、ちょっととんがってるでしょ、まあ、みんなとんがってるけどね、積成は。でも特にさ、鋭くとんがってる子は肝臓が弱いんじゃないという可能性が高いと。それは先天的なものですかね。いや、わかりません、後天的にもきますし、先天的なものだったらその生後1歳になる前からなんかおかしいよね。それで、まあ健康チェックにさせてもらって、まあ、良さそうだから、今日ちょっと抗寄生虫薬、この間ちょっと話したと思うんですけど、一滴後につけさせてください、1000円かかりますから。それでまだちょっと治療しますからね、ちょっと抗戦症状当てて、まだお薬出しますから、もう一瞬飲ませてもらっていいですか。からそうそう、お家のうんちの色も見たいからさ、写真を、写真かさ、そのお掃除した下の紙をさ持ってきてください。そうすると私が見れる。忘れた、すいません。いや、いいです。はい、すいません、これ蓋開けて、モキシで、モキシデクチンでお薬ね。で、これをつけとくと、体の表面の寄生虫、ここに一滴だけ垂らします。そこに、犬のあれみたいです。そうそう、犬の予防薬ご存知です？あれイベルメクチン、で、それの進化した薬がモキシデクチン、横垂らすことによって2時間ぐらいで皮膚から吸収されて、体の表面の歯虫とかね、海鮮とか、それからあと消化管内の線虫類、甲虫とか、海虫、甲虫、便虫、微小線虫、それからあと血管の中につく寄生虫、そういうのも予防できます。すごいですね、垂らすだけですね。そう。で、その、ちょっと待ってね、すごいでしょ？すごい。すごいんですよ。で、昔はこんなのなかったからね。で、イベルメクチンで犬の予防薬、あえて人体薬としてさ、30年ぐらい前から出てんの。で、その人体薬が、そのイベルメクチンをその何発見した先生が、ノーベル賞を取ってるんですよ。で、なんでかって言ったら、その薬を、まあ、人間の抗寄生虫薬ね、まあ、日本ではそんなことないけど、アフリカとか南米で寄生虫感染する人めちゃ多いんですよ。特に川辺に住んでる人、水があれですね、水も出したやつをブヨとかに刺されて、あ、はい、それで微小線虫が体の中に入ってって、運が悪い人は目に入っちゃう、で、目が見えなくなっちゃう、温厚生化病ってのがやたら多いらしいんですね。で、そういう人たちにイベルメクチン、人体用のね、無償提供したら、その、なんだっけ、温厚生化病が激減したの。で、副作用もなく激減してるから、すごい薬だということで、5年前かな、その薬を発見したのが大村先生で、日本の先生で、ノーベル賞を使われて。で、それが1個ね。だから、モキシデクチンの元ってそういう薬なんですよ。なるほど。だからもう1個は、コロナの、ね、新型コロナにも効くかもしれないって、データワールドがあるんですよ。全然、関係ないのね、抗寄生虫薬がコロナとは。だけど、なぜか、ちょっと抑えれると、そういうデータはあるんですよ。だけど日本の厚生労働省とかはなかなかさ、その認可しないからさ、日本ではなかなか使われてないんだけど、諸外国では使われてるんだよ。だから今、イベルメクチンなんてさ、人体のイベルメクチン、私だったらすぐ買えるんだけど、買えないもんね。あ、そうなんですか。なるほど。備蓄されてる。そっか、使うかもしれないから。そういうこと、だと思いますよ。でも認可はされないけど、一応備蓄はしてるんじゃないかな。まあ、そんな薬です。じゃあそれとあと全然うんちの形もいいのかな。形も硬いし黒いし、もっと本当もっと黒い、こういうベトっとしとる時もあるけど、まあ、もう一回でも抗戦症状やっておきますね。はい、じゃあ作ってください。あれ先生、実は、はい、ペレットを導入したのが最近で。何をペレット、餌、はい、
1ヶ月くらい前まで、ね、こっちから持ってきて、ごめんなさい、はい、レッドはおやつ程度で、うん、ほとんどご飯シートだったんですけど、あ、なるほどね。でもおやつで程度でも少しは食べとった、食べた、はい、あ、いい、いいんじゃないですか、うん、だからペレットとさ、シードと並べるとさ、うん、これは美味しいのはシードなんですよ。肝臓って言われると、うん、ちょっとそれが申し訳なかったのかなって思って、だからあの皮付きの餌はよく食べるわけでしょ、うん、だからあの何ペレットを、うん、最初から粉のペレットを買うかパウダーフードを買うか、もしくは粉にして皮付き混合に振りかけてもらう。振りかけるの、うん、粉状にしてる、うん、そうそう、粉状にして、まあ、ペレットのまんま振りかけてもいいですよ、うん、皮付きに。でもそれだと避けて食べちゃう子もいるんですよ。これも食べるんですよ、吐き戻した中にこれも入ってるの。あ、じゃあ食べてるんだ。食べてはいるんですよ。じゃあいいんじゃないですか、食べてる。粉じゃなくてもいいですか、うん、いいですよ、だったら。で肝臓はこの辺にあるから、まあ、一応体全体には胃腸に素嚢と繊維と筋、3番目で言うからね。それからあとは肝臓がここら辺にあるんですけど、まあお腹全体に。暖かいのピコちゃん。そんなに暖かくはないです。ただ光が当たることによって血流が良くなりますね。だから気持ちがいいはずなんだけど、これ抑えられるのが嫌だからさ、みんな。気持ちいいのピコちゃん。だいぶでも捕まえやすくなってきたことも。慣れてきました。俺らが慣れてきたから。我々の問題か。そうそう、人間の慣れもありますよね。だって今までそんな捕まえて薬やったことないんですよ。ないの、はい。うん、だけど彼賢くてこう入れるじゃないですか。うん、こっから出るんですよ、うん。それで捕まえられないことが。なるほど。でまああとはあのなんだっけ、3歳4歳だけど、しつけの基本をぜひともやってほしい。話しましたっけ。おみでは、あ、その先生の動画をこの子に全部見てもらって、あ、見てもらいました。すごい分かりが良かったです。分かりました。はい、だからそう、その手で食べさせて褒める、うん。それが基本ね。それでそれができたら、あの名前読んでアイコンタクトとおいでつって食べさせると。おいでもでこの子ができてたみたい。本当。はい、じゃあいいですね。あとはそしたらもうあとは包丁してます。包丁してます。これ1分。はい。ハウスに入ってもらうだけ。そうそう。そうそう、包丁しといて、あのおいでつって来させてハウスを教える。うん、それもぜひともやるといいですよ、ね。おいででハウスに入れると一番いいんですよ、ね。でもそれはさ、トレーニングだから、うん、あのちゃんと手から食べれる子はできるようになると思いますね。ぜひともやって、でそれを やってると、それとお薬飲む前後がさ、おいでっつってご褒美あげて、でお薬飲ませて、うん、で終わったらもう一回手から食べさせて褒めてあげると、はあはあ、そうすると薬を飲むストレスがだいぶ和らぐと思うんですよね。ただ薬だけやると関係が悪くなるよね。いきなり捕まえてパッと鳴らされて、そう、嫌になるのかな私たちのことって思ったんですけど、別に餌の薬飲んでここに入れて体重測った後包丁刺してると普通に寄ってきて止まってくれたりとか、はい、その嫌われた感じはない、今のところ。なんか そういうことをね、あの薬の基本を使いながら治療していただけると、うん、本当に嫌われちゃ嫌だからさ、はい、やっぱり関係が悪くならないようにしてやっててほしいので、はい、じゃあですね、あの直接飲ませる薬は直接飲ませる、でお水に入れる薬はまだ残ってると思いますけど、それは使ってください、なくなるので、はい、1月ぐらい使えます。ただ多分黄色い方が先になくなります、はい、それからあと今度来るときはね、じゃあ24時間分の紙、12時間分でもいいから下の紙を持ってきてください。ああ、はい、わかりました。そうするとうんちの様子がよく見れますもんね。すいません、忘れちゃった。道中はね、本当のうんちじゃないんですよ。興奮してるからさ、この子も水分が多かったりとかさ、ちょっと柔らかかったりとか、うんちの色も薄くなったりとかすることがあるんで、本当のこの子のうんちが見たいんでね、それをじゃあ持ってきてもらっていいですか。すいません、どっから見えるんだっけ。あ、そんな遠くじゃないもんね、うん、はい、じゃあなんなら今持ってきた方がいいんですか。うん、まあいいですよ、来週で。いいですか、はい、はい、じゃ あのお薬ご用意しますん で、はい、で健康チェック表はこの 裏でもう一枚出しておきますんで、はい、できればねノート作ってもらっています。あ、はい、そんで特に見たいところまでつけておきますね、はい、特に見たいところは体重です、はい、それも朝と夜の、それからうんちの数の24時間のところに書いてあったんだっけ、これ、はい、うん、まあ、うんちのもちろんカウントしてね、はい、そうここかな一番みたいな、それからたまにこの子の環境温度、この日に体温、あの温度計買ってきて、その日から、はい、
そうそう。この朝一が一番気温が下がる可能性があるから、特に天気がいい日はね。だから朝一の温度と昼過ぎの温度が測れれば、で温度差を見といてほしいんだけど、それで元気だったらその換気温度でいいわけだけど、昼過ぎか、うん、ばあちゃんたまに昼過ぎは難しいよね。ばあちゃんと見れました。だから見れる日だけでいいですから。それとあと日光浴はしてるんかな。今日もさせましたね。晴れてる。桜がいる日はだから、まあ、何分ぐらい。僕今日は 1,2 時間ぐらい。そんな長くしてなくて、ちょっと長かったですか。5分で言ってたの、うん、いや最初は慣れてる子なら 1,2 時間やってもいいんだけど、慣れてない子はさ、まあ、1分から30分ぐらいしてください。そんな少なくていいんですか。そんなもん。で土日は結構慣れてきたんですけど、慣れてきたら、うんうん、そう30分からね、あの1時間とか2時間とかやってもいいですよ。ただしあのこの子だけほったらかしの外出してたら危ない、うん、何階ですよお住まいは。2階ですね。だから猫来るからさ、2階だと絶対、ね、狙っちゃいますもん。いや、のらちゃんがさ、こんなちっちゃい子が動いちゃうとさ、絶対狙うからさ、本能的に。なですので、人もついてにくい。もしくは、窓さえ開けて日が当たる時間帯だと、あの中で。そうそう、中でいいです。ちょっと今は当たんないから。ガラス越しは UVB が通らない。ってことは、まあ、網戸で。そうです、網戸だったら OK です。だからそういう日光浴をしてほしいですね。あそこはね、冬じゃないと直射日光が入んないから。そう、であとこれね、うん、この変わったこと、うん、履き戻し。だから、多分この履き戻しはだからさ、いわゆる求愛動作。うん、持ってくればよかったな、ね、ちょっと、うん、これはさ、あの履き戻ししてもさらっとしてます、うん、で病気で履き戻すやつはさらっとしてない、ネトッとしてる、ネチッとしてる。で、ここに炎症があるで、液ができて、ネトネトの液が溜まってくるから、吐き戻した時にそれがここについて頭のてっぺんがパサパサになってくる。ネトっていうのはどのくらいなのかなんですけど、多少とろ…ね、ね…そのなんていうんだろうな、水が混ざってるかなくらいの、ねね、粘土ってほどでもないですけど、こんなこの餌みたいにサラサラではないんですよ、うん。まあ、じゃ あの今度吐き戻したのは直近のもしあればラップでくるんで持ってきてください、はい、見てみます、はい、じゃあまあ続きの1週間はじゃあ、はい、爪どうですかね。爪ちょっと長いですね、うん、切れますか。切り方この間教えていただけるっていう。あ、本当。じゃあ切り方教えますか。そうするとで切るとき、もし動物で切るときは、うん、味の素を用意しておいて。味の素化学調味料の味の素、味の素なかったら、買ってきてからやってください何に使うんですか。もし出血した場合に止血するのは味の